こんにちは、かおりです。いつもさしこチャンネルを見てくださってありがとうございます。本日の動画は、さらしをまっすぐにするための地直しのやり方ということでお送りしていきたいと思います。その前にですね、いつもおしゃべりしながらさしこタイムでさせていた布巾が完成しましたので、まずそちらの紹介をしたいと思います。昨日ツイッターでもつぶやいたんですけれども、どうもね、このマークがね、イライラマークにしか見えなくなって、ずっとねテンション下がったまんまさしてたので、昨日ね夜な夜な塗って、これ裏なんですけど、夜な夜なね塗って、もう早く終わらせようと思って急いで終わらせてしまいました。で、まあアイロンかけてみたら、まあこれはこれでいいかなっていう感じです。で、本題に戻ります。ですね、さらしを準備して、で、その後に、カットして、その後に、水通しをね、私だったら8時間以上っていうことで水にさらしておくんですけれども、で、その後にね、キュッとこう雑巾を絞るみたいに絞るんじゃなく、こう手と手でこう挟んでこうギュッて水をこう絞るような感じにしてから、ちょっと干して、で、その半乾きの状態でアイロンがけをして地直しをしてるんですけれども、今回も私のなりのやり方ではあるので、本当に参考までにっていう程度に見ていただけたらなと思うのですが、ブログの方にもね、その部分だけを抜粋した記事っていうのは載せてるので、ちょっと概要欄には貼っておきますけれども、そもそも、さらしに下書きをするときに、どこをまっすぐという基準で見るかってなると、やっぱり、さらしの耳の部分だったりとかすると思うんですが、結局、さらし自体をできる限り、まっすぐにしておくっていうのは大切なのかなとは思ってはいます。すごい極端に出来上がりに差が出るっていうわけでもないとは私は思うんですけれども、より綺麗に仕上げるっていうことで考えると、少し一つ一つの手間をかけるっていうのは大事かなと思っています。で、実際に地直しをしたさらしがこちらになります。これですね。で、昨日、布巾終わって、今日から新しい布巾に入ろうかなと思ってたので、私いつも新しい布巾作る前の日の夜に、ここカットして、で、寝てる間にバケツに浸し、で、次の日の朝絞って、干して、で、ある程度いろいろ家事が終わってから、アイロン出して、地直しをして、下書きを始めるっていう流れでいつもやってるんですけれども、この耳の部分もね、必ずしもまっすぐっていうわけではないので、でカットしたその切り口の部分なんかも、それもブログの方に裁断の仕方を記事にしているんですが、その切り口の部分はなおさらね、ちょっとこう歪んでたりとか、歪みやすかったりとかするので、それを半乾きの状態からアイロンで、ある程度ざっくりとでも、ちょっとまっすぐにした状態にしてから下書きを書くと、より綺麗な布巾に仕上がると思うので、実際に地直しのアイロン掛けをしている部分を、ご覧ください。これは私のやりやすいやり方なので、もしかすると他に正式なやり方があるかもしれません。はい、ではここから実際にアイロン掛け地直しをしていきたいと思います。まずさらしの耳の部分に定規を当てて指でなでるように優しく整えます。その後アイロンをさらしにつくかつかないか程度に当てて優しくなでます。で、この時定規にアイロンが当たらないように気をつけてください。アイロンをゴシゴシかけてしまうと生地がこう歪んでしまったりとか、実際のサイズよりも大きくなったりとかするんですね。で、いつも私はさらしをカットするときに、33×34 にして、縮む1センチをちょっと余白として残してやっています。
で、ある程度アイロンがけをしたら、定規を外して、定規の際のところがね、まだ半乾きの状態ですので、まっすぐにしながらアイロンを当てていきます。で、次は、さらしの耳でないカットした切り口の部分を地直ししていきます。同じように定規を当てて、さらしをこう優しく整えます。こう少しずつですね。この時もね、引っ張ってしまうと、そのまま斜めにね、ピローンって伸びちゃうので、そこは気をつけながら、ちょっとね、シワが寄っててもざっくり直します。で、まあ、定規の際のところにね、アイロンを当てていくんですけれども、スライドしすぎるのが怖いので、ポンポンポンと、ちょっと軽く押さえる感じからスタートするとやりやすいかもしれません。本日の動画は、さらしをまっすぐにするための地直しのやり方ということで、実際に地直しをしてアイロン掛けをしている部分を紹介してみました。いかがだったでしょうか。まあ、皆さんそれぞれのね、やり方があるかと思いますので、これからね、始める方とか、少しでも布巾をきれいに仕上げるのに、どういう点をポイントにすればいいかなと模索している方などね、参考になったら嬉しいなと思います。最初私、刺し子始めた時は、先生水通しとか、裁断の仕方とかもそのままなんか線引いて、ハサミでジョギジョギ切ったりしてたんですね。で、調べていくうちに、あ、地ならしするっていうの大事なんだなと思って、やってみたので、まあ、この方が綺麗になるよとかね、応用してやってもらってもいいし、あ、この人こういう風にやってるんだなと、見てもらってもいいですし、まあ、何かしらのね、参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。最後までご視聴くださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。